こんばんは。せーの、こんばんは、わんわん。元気よ。元気だけど喉やばい。すごい、何これ何これ、花火花火これ、何これ、花火花火ですか。私は夜会見てた。夜会見て、みちょぱさんが着てた衣装がめっちゃ知りたくて、もうなんだろうなんだろうってずっと調べてたんですけど、特定した特定して買おうって思って、まだ買ってはないんですけど。うちに買います。ね、今日は美容室に行ってまいった。美容室行きました。今日はいますか。どうなっておるか見たいか。猫体見ましたよ。見て、見ますか。じゃあ見せてあげる。今さ、めっちゃ汚いんだよね、ソファーが。ソファー汚いから立てたくないんですけど、見せてあげよう。髪の毛が長くなりました。もちろんコメントもいただいてるんですけど、
色はねちょっと暗くっていうか、まあアッシュっぽくして、ちょっと待って、発酵段階によっては何日も持ちます。なんか成長も楽ですみたいな。マジか、エクサありがとう。よいしょ。エクステつけた。いつぶりのエクステだろう。だいぶ久しぶりのエクステだと思います。なんかさ、ベロ噛んじゃって。電気の具のこんなところの汚れ、ブラシでは落とせない。そこで除菌もできるトイレ洗浄中。このでっかい錠剤の発泡洗浄成分で汚れを剥がして。ベロ噛んじゃってベロ痛い。週に一度のトイレ洗浄中。ベロが痛い。メンズ TBC、メンズ TBC ってさ、利用者数ナンバーワンで、通いやすさもナンバーワン、満足度もナンバーワンなの。ベロ噛んだ。痛いよ。わ、13% しかないし。こんなになるかな。めっちゃ痛い。なんでベロ噛んだんだろう。自分の中にしかないのだから。その人生と向き合う覚悟はあるか。FFB エンセンス今ならもらえる。誰かに噛まれたんじゃないの。誰がベロ噛むねん。誰がリラのベロを噛むんじゃ。こんばんは。警察は容疑者の男について死亡が確認されたと発表しました。死亡が確認されたのは放火と殺人の疑いが持っている谷本盛雄容疑者です。そう、まあ久しぶりにエクステつけたんですけど、どうですか。なんかまだつけて1、今日つけに行ったんだけど、つけて1日目だから、まだあんまり。こんばんは。せーの、12。こんばんは、わわん。せーの、2。やっほー。元気よ。元気だけど喉やばい。すごい、何これ何これ、花火花火これ、何これ、花火花火ですか。私は夜会見てた。夜会見て、みちょぱさんが着てた衣装がめっちゃ知りたくて。
もうなんだろうなんだろうってずっと調べてたんですけど、特定した特定して買おうって思って、まだ買ってはないんですけど。うちに買います。ね、今日は美容室に行ってまいった。美容室行きました。今日はいますか、どうなっておるか見たいか。猫体見ましたよ。見て、見ますか。じゃあ見せてあげる。今さ、めっちゃ汚いんだよね、ソファーが。ソファー汚いから立てたくないんですけど、見せてあげよう。髪の毛が長くなりました。色はね、ちょっと暗くっていうか、まあアッシュっぽくして、ちょっと待って。なんかこのお米は数日かけて発酵させていくため、発酵段階によっては何日も持ちます。なんか3日も楽ですってことで、マジか、エースラーありがとう。エースラーどうぞどうぞ。よいしょ、エースラーありがとう。エクステつけた。いつぶりのエクステだろう、だいぶ久しぶりのエクステだと思います。なんかさ、ベロ噛んじゃって、電気の奥のこんなところの汚れブラシでは落とせない。そこで除菌もできるトイレ洗浄中、このでっかい錠剤の発泡洗浄成分で汚れを剥がして、ベロ噛んじゃってベロ痛い。週に一度のトイレ洗浄中、ベロが痛い。メンズ TBC、 メンズ TBC ってさ、利用者数ナンバーワンで通いやすさもナンバーワン、満足度もナンバーワンな。ベロ噛んだ。痛いよ。13% しかないし。こんなになるかな。めっちゃ痛い。なんでベロ噛んだんだろう。
その人生と向き合う覚悟はあるか。 FFB 永遠戦争、今ならもらえる。誰かに噛まれたんじゃないの？誰がベロ噛むねん。誰がリラのベロを噛むんじゃ。そう、まあ久しぶりに訳してつけたんですけど、どうですか？なんかまだつけて1、今日つけに行ったんだけど、つけて1日目だから、まだあんまり完璧に馴染んではないんですけど、牛タンのたたりだな。どう、まずどういうこと？牛タンのたたりって何？まだあんまり完璧に馴染んではないんですけど、牛タンのたたりだな。どう、まずどういうこと？牛タンのたたりって何？私牛タン食べたっけ最近。ねえ、コロナまた増えてる、やだね。東京64人になってるじゃん。え、沖縄50人なの？やば、東京よりワンチャン多くなるじゃん。デルタ株じゃなくて、なんだっけ、クラミジアじゃなくて、なんだっけなんだっけ、オミクロンだ。オミクロンめ。オミクロンめ。自衛隊。やば。沖縄帰るとき気をつけてね。それな。それな。私も風邪気味なんでね、やばい。徴用をめぐる訴訟で韓国の裁判所は原告側が差し押さえた日本製鉄の資産について売却を命じる決定を出しました。韓国最高裁は2018年日本製鉄に対し元徴用工らへの賠償を命じる判決を出し、原告側は日本製鉄が韓国内に保有する株式を、やばいです。こうした中、韓国南東部のテグ地裁湖畔支部は30日、日本製鉄の資産について、ね、久しぶりに訳してつけたんだけど、どうなんだろう、どうですか？日本製鉄が即時抗告した場合はどうですか？どうですか？どうですか？右の頬はニキビ、これニキビ、ニキビちゃんです。マジでさ、喉が本当に死んでる、やばい。
ばやばちゃん。やばやばちゃんです。東京世田谷の一家4人殺害事件は未解決のまま今日で21年となりました。今日はね、一人で世田谷区の住宅で宮沢みきおさん一家4人が殺害された事件は美容室行って、何したっけ、遊び用室行って服見て、帰ってきた、ラーメン食べて帰ってきた。いや寒かったでしょ。でも今日は別にね、言うて言うてそんな寒くな、寒いけど、なんだろう、マイナス1度とかに比べたら全然大丈夫でしたよ。群馬県富岡市を走る上信電鉄の踏切で近くに住む加藤宇八さんが電車に跳ねられ死亡しました。ラーメン一蘭食べた。え、めっちゃ久しぶりに一蘭食べました。いつぶりだろうね、 2,3 ヶ月ぶりくらいに一蘭食べた。沖縄そば買ってない。銀座買いに行くなら銀座まで行かなきゃいけないけど、銀座行かないから買わないな、買ってないけど行きたいよね、買いに。沖縄そば食べたいよね。聞いてます。カメラ。そう、沖縄のアンテナショップが銀座にあるんですけど、でもね、どうなんだろうね、売ってんのかな。いや、売ってることは確かなんだけど、沖縄そばがあれなんだよね、なんか前行った時は売り切れてたりとかしてた。売り切れてて、あ、売ってないんだ沖縄そばみたいな時もありましたね。去年はね、なんかどん兵衛かなんかをのなんか食べたと思う、多分。あー、でもあれはある、なんか親が親がですよ、沖縄そばのカップラーメンを送ってくれて、それならあるんだけど、でも食べるならね、ちゃんとした沖縄そば食べたいじゃないですか。ね、だから買いに行きたいんだけどね。でも明日家から出たくないんだよね。家から出たくないんだよねっていうか、明日は一日引きこもろうかなって思ってたので、どうしようかなって。でもやっぱりね、お蕎麦食べたいじゃないですか。
食べたいじゃないですか。だからねえって感じですね。たてあの頃がまだ似てるにしゅうしゅう引きこもる日にするの。うん、引きこもりたい引きこもりたいっていうか、普通にお正月はゆっくりお家で過ごしたいなって思って今います。クイズ1年正解は1年後。なんかね、あれだね、暖房つけて寝るのが本当に良くないね。多分暖房が私の喉を壊してる。でもさ、やっぱり一人でいるからだと思うんですけど、年末感が全くないですね。本当に失礼。最近くしゃみも止まんない。むずイラも正解は1年後クイズ作ってみたら、確かに面白そうだね。確かされましたね。今年は栗きんとん手作りした。かわいい。栗きんとん、栗きんとんってなんだ。栗きんとん、栗きんとんって食べたことあるかな。私おいしそう。元気、体はすごい元気なんですけどね、鼻水と喉だけ本当に死んでます。目がトローンとして、本当してますか。いつもこんなんじゃない。マジで声が低すぎてやばいね。なんか自分の声こんなんだったっけってなってる。みかん買わないと。みかん、55人だったよね多分。コロナじゃないよ、ちゃんと味覚嗅覚ありますし、熱はないですし。
ただ本当にあの私のベッドの真上にクーラーがあるんですよ。クーラーがあって多分それで結構なんだろうパサーパサーなんかこう全体に行き渡るようにしてるんですけど多分。下に来るから薬はねもらってるんだよね。病院行ったんで薬はもらっているんですけどクーラーつけてる限りはクーラーっていうか暖房つけてる限りは治らなそうでも寒いからマスクとかして寝た方がいいのかねって思うんですけど、マスクして寝たら苦しいじゃん。苦しいからね。全然年末って感じ。え、本当にしないよね。私もなんか年末って大体おばあちゃん家にいるんですけど、私 いるんですけどっていたんですけど、おばあちゃん家行ってたら多分年末めっちゃ感じてたと思うですけど、おばあちゃん家じゃないんでね。鼻声だねピエン。それなー鼻声です。おお、すごい。最近結婚しましたよね。さ聞いて、私さその最近よく一人でお寿司食べてるんですけどあの刺身とか食べてるんですけど、なんか新しい醤油を発掘しようかなって思って、なんかいい醤油ないかなって思ってたら百均になんか美味しそうな醤油を見つけたんですよ。私が醤油って言えば百均に売ってる牡蠣醤油だと思うんですけど、百均行った時に最近なんか美味しそうな醤油を見つけたんですよ。それがこちらです。ででん、うまうま醤油。うまうま醤油ってのを見つけまして、牡蠣醤油も買ったんですけど、牡蠣醤油の隣くらいにこのうまうま醤油ってのがあったんですよ。うまうま醤油があって美味しそうと思って買ってみたんですけど、なんか醤油ってなんだけど、なんか醤油ってよりかなんか甘だれっぽい感じ、ちょっとタレもドロッとしてて、甘だれっぽい醤油なんですけど、私は結構甘いのが好きなので、このうまうま醤油はすごい美味しいです。甘だれが好きな方はこの醤油めっちゃ好きだと思うので、ぜひ買ってみてください。普通のダイソー、セリアとかあれとかじゃなくて普通のダイソー、100均ピンクい看板のダイソーに
ってます。九州の塩がどんなんかわかんないけど、九州なんこれ、どこさんなんだろう。これはね、三重県らしい、製造はなんですけど、めっちゃ美味しい。うまうま醤油ってやつ、私は100均で買いました。普通にスーパーとかでも売ってるのかな。何の料理に合いそうですか。ここに書いてるのはなんかみたらし焼きマシュマロとか、納豆、ステーキソース、焼き鳥、すき焼き、肉じゃが、照り焼き、チキン、肉そぼろ、魚の煮つけとか、なんかいろいろあります。私結構甘めの醤油、そう、お寿司屋さんとか行っても甘だれかけるくらい甘い醤油好きなんで。九州の醤油甘めないよ。そうなんだ、そうなんだ。多分お餅とかにかけたらめちゃくちゃ美味しいと思います。私お餅嫌いなので食べないんですけど、お餅とかにかけたら美味しそう。売ってんのかな、普通に。うまうま醤油調べてみよう。やっぱダイソーに売ってますね、うまうま醤油。お、すごい、結婚してましたね今日、粗品さん、すごい。すごい、ググっても出てこなかった。嘘、うまうま醤油出てくるよ、私出てきたよ、ほら、光飛びがすごい。うまうま、美味しいので、ぜひ気になった方はうまうま醤油買ってみてください。牡蠣醤油もちなみに買った、ちゃんとしっかり。ラストアイドルの人、粗品さん、一般人、一般女性だって。5年間付き合ってた一般女性と結婚って感じです。結婚っていう報道を見た。甘いの、甘い甘くてちょっとドロッとしてる感じの醤油です。焼き鳥のタレみたいな感じ、あ、なんかドロッとした感じは そんな感じですね。奪い合い高校教師見た、見てない。見てません。奪い合いでしょ、今日あるじゃん、最終夜。私ね、テレビは見るんだけどね、あのリアルタイムでは見ないんだよね、テレビ。25年も付き合ってたの。旦那さん寝てますよね。明日はね、
あれですから。明日は年越し配信しますから。マジで年末感ない。逆に年末感ある方あります？私は年末感全くないです。アベマ入ってる。なんか私半年くらいアベマ入ってるんですよね今。なんかアベマ入ってること忘れてた忘れてて、もうね見ないくせに半年も入ってる。何時からかな、22時ぐらいからしようかなって思っております。ダイソーで白トリュフ風味の白醤油買った。白トリュフ、あ、トリュフ好きじゃないんだよね私。トリュフって美味しいの？無料チャーのアベマ？有料のやつ入ってたなんか知らんけどだからもう今月で解約です。そうね、オオカミくん見るために入ってるんだ。ていうかさ、この前クリスマス配信した時にさ、ジュンハナさんとミンチャーさんにさ書いてなかったんよ。ジュンハナさん起きてますか？ミンチャーさんはいなそう、いなそう。味というより香りがいい。香りね。ジュンハナさん起きてる？ないかな。いないか。いないか。お眠か。この星と未来のために今できることって何だろう。お眠か。遅かった。私が悪いです、すいません。また明日だ。そして今日はね、無印で
とあるものを買ってきました。でも何時？おう、あと、ああもう31日になった。大晦日ですよ皆さん。もう大晦日。大晦日になりました。続いては芸能界の離婚に関する問題です。これから皆様には今年2021年に離婚しそうな芸能人有名人を予想していただきます。はい、はい、早いのは有吉チーム。前田敦子か勝地君。まだ23時かと思っててランディがボケたのかと焦った。ボケるほどリラあのおばさんじゃないよ。ボケるほどおばちゃんじゃないよ。みんな明日は絶対ショールームに集合ね。年越し、年越し配信するんで。すごい。酔っ払って寝ちゃった、ごめん。うん、うん、飲みに行ってるかも。うん、しょうがない。それはしょうがないね。そば実際に探します。銀座に買いに行こうかな明日。銀座に、明日銀座に行ったらもしや貸したら私がいるかもね。リラがいるかもね、もしかしたら。銀座の明日ショップに行ったらね。みかん買わないと。やばい、しゃっくり。みかん買わないとね。やってないかな。やってないとかあります。無休って書いてるよ。年末年始空いてるんじゃない？年始を除き営業だって。年始ってことは年末はやってるってこと？明日18時までやってる。もう気が向いたら買いに行こうかな。気
気が向いたら買いに行こうかな。年越しそばって言って買いに行かないと思うけど、でもさ嫌なのがさ、私の近所のスーパーがあれなんですよ。 1時間はそう10分くらい待つの、レジ並ぶのに。いつもレジに並ぶのがめんどくさすぎて、で10分も並ばなきゃいけないのが嫌すぎて、はあ、めんどくさ、買うのやめようと思っていつも帰っちゃうんですよ。私スーパー10分も並びたくなくない帰っちゃうんですけど、そうなんですけど、明日家に何もないからさ、言うて買いに行くとしたら絶対買いに行かなきゃいけないじゃん。かまぼことか食べたいし、時間帯にあるでしょ。いや基本的になんかいつ行ってもなんか並ぶ、まあ、5分くらいでいい、3分5分くらいでいい時もあるけど、その買うものが例えばチョコまみれ一つとかだと、あーめんどくさ、もう並びたくないからいいやって言って、チョコまみれよりも並びたくない方を選んじゃう。でもなんか並ばない時がない、絶対並ぶ。なんかそれぐらい混んでる、なんかいつもいつも。っていう感じですね。でもね、明日はでもどこかしら食料がないので、やっぱり正月くらいは豆とか食べたいじゃん、黒豆とか。黒豆食べたいし、かまぼこ食べたいし、買いに行くかな、出るかね。みかんも食べたいしね。アメ横行くしか。アメ横？アメ横ね、正月のアメ横マジでやばいよね。おせちで好きなもの、かまぼこかまぼこ大好き、かまぼこめちゃくちゃ食べますね私今はかまぼこ高いよね。お前ってかまぼこ買うべきよ多分めっちゃ鼻かんでないさっきから私。今日はアメ横行ったけど昔より人少なかった。まあね、まあそうだよね、昔よりかはだよね。アメ横行って何を買うかってとこなんですけどね。でもアメ横行って何買う、沖縄餅食うの？あ、餅食べるよ。私は餅嫌いだから食べないけど、結構なんかおばあちゃんとか餅食べたりしてますよ。確かに一人分買う場所じゃないね、一人だからな。
相方が大スキャンダルを起こしてました。それどころじゃなくてですね、はい、すいません、もう切り替えちゃったんですけど、やりとりはね、関係なんでしょう。頭が痛い、頭皮がエクステのせいで、頭皮がエクステのせいで、イオンとかでミニおせちやってるんじゃない、まあ、でおせちが食べたいわけじゃないんだよね。なんかかまぼこが食べたい、かまぼこと黒豆が食べたいので、アメ横いくら食べたい、痛風なるかな、そんな食べ過ぎたら。え、痛風なったことある人いますか。かまぼこの里すごい、何それ。一回食べるくらいじゃならないでしょ。もう食べ過ぎるとなるって言いません。今痛風の薬飲んでます。そうなの。そうなの。毎日の積み重ね、そうなんだ。取り組んでいます。これなら今あるインフラも活かせるんです。待っててくださいね。東京ガスグループ。なるほどね。小さく小さく縮こまった世界を何かのせいにはしたくない。好きなことしてやるんだ。さあ、働こう。世界が色褪せたとしても、僕は鮮やかに生きていきたい。この歌何の歌だっけ、この歌何の歌だっけ。チャ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 エンターテイナーという曲、よくどっかで流れてない、気のせいか。どれも合うね。トマトさすがだね。あなたの大好物に合うのだ。これ一。こっちはライト。ポボポボは0円から自分で作れる新しいスマホプラン。私あれなんですよ、2週間ぐらい休みなんですよ、お正月休みという。まあ成人式で帰るからっていうのもあるんですけど、今日から2週間くらい休み。やばくない？2週間休みなんてそうそうないよね。最高なんですけど、でも2週間こうやって家に引きこもってたらもったいないから、いい2週間にしたいよね。って感じですね。これから皆さんには国民的アニメサザエさんで今年放送されそうなお話のタイトルを。ネットおせち作りが終わった、お疲れ。アバター出たんだ。ああ、そう、あのアバターファンの方があの絵を描いてくださって、そちらの方をですね、審査に通しましたところ、無事に通りまして、あのいつまでですかみたいな、このアバターの配布いつまでですかみたいな、なんか質問があったんですけど、私がこのアカウントを持ってる限りはいつまででも、あのもらえるので、なんか
何か投げればもらえるので、ぜひあのもらってください。もらった方はあのぜひその設定していただけると嬉しいです。あのちなみに私アバター券まだまだ持ってるので、なんかどこまたアバター、もしあれでしたら送ってきていただければ。最後まで見たい気持ちはあるが、明日まで仕事なので早々寝ます。皆さん早々おやすみ。ゆらちゃんゆいゆいと同い年なの。同い年だよ。いいケース使ってんなって。これ500円ぐらいのケースなんですけど、100円くらいだよ。あ、そう、今日無印に行ったんですよ。無印に行って ガトーショコラを買いました。でん、今日までなんかこのガトーショコラなるに教えてもらったんですけど、なんか美味しいっぽいよみたいな、美味しいっぽいよ、美味しいらしいよって、この無印のケーキちゃん、なんかケーキ食べたい気分だったんで買った。食べようじゃねえか。無印も並ぶね。無印並んでなかった、あんまり。めっちゃ甘そう。甘いかな。これさ、ガトーショコラってさ、めっちゃ甘いガトーショコラもあればさ、なんかちょっと控えめな甘さのいい感じのガトーショコラもありますよね。どっちなんですかね。食べてみよう。動きなさわらわ。もう少しでテストなんです。国内は騒
人靴下履く。よいしょ。なるちゃん髪切った？なるちゃん髪切ったよ。ガトーショコラよりチョコブラウニーが好き。な、何が違うん？ガトーショコラとチョコブラウニーって。甘い、濃厚、なんか大豆の味がする。これチンしたら美味しいやつだ。大きな違いは卵の使い方と薄力粉の割合。そうなん？いいな。味噌ラーメン、味噌ラーメンさんいいなって書いてるじゃん。この味噌ラーメンが私食べたくなった今。美味しい。私が地元でよく行く焼肉屋さんがあるんですけど、その焼肉屋さんのでその締めに食べるアイスがあるんですよ。うわ、お茶漬け食べたい。締めに食べるアイスがあるんですけど、そのアイスの名前がガトーショコラっていう名前なの。このアイスの名前がね、ガトーショコラで、ガトーショコラって私ずっとアイスだと思ってたの。アイスだと思ってたんですよ。だけどアイスじゃなかったんだね。甘い。でもさ、だからさっきも言ったんですけど、ベロが痛いんよ、噛んでから。だから今ガトーショコラ食べれへん。
ってことでまだまだ残ってるんですけど、後ほど痛いベロが。アイスじゃなくて何さ言わんのかい。あ、違う違う、だからずっとガトーショコラってアイスだと思ってたの。だからそのいつも食べに行く焼肉屋のアイスが、アイスの名前がガトーショコラっていう名前だったから、それチョコレートっぽい、まあ、チョコレートアイスなんですけど、そうチョコレート味のアイスの名前がガトーショコラっていうのなんですけど、ガトーショコラってアイスだと思ってた、ガトーショコラってアイスだと思ってたっていう話です。ただ単純に、私さ、まあまあなんか、まあ不規則な、食生活をしてるなって思うんですけど、最近口内炎できないなってずっと思ってたの。最近口内炎できない自分すごいなとか思ってたんですけど、なんで口内炎ができないのか分かった。私あれだ、薬飲んでるからだ。ずっと人に見せると驚かれるんですけど、なんか病気みたいな、病気大丈夫みたいな感じで言われちゃうんですけど、これは全部ビタミン C のお薬なんですよ。ビタミンのお薬で飲むんですけど、これ飲んでるから多分全然口内炎できないし、なんかピンピンで最近。ビタミンが大事なんですかね。ピン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 。あ、そう、これは皮膚科でちゃんと処方してもらったお薬なんですけど、風邪には効かないんじゃない？わかんないけど、これ飲んだらすぐ治るかな。私の噛んだとこも、口内炎とかだったら本当に嫌なんだけど、葛根湯はなんか普通に持ってるよ。葛根湯は多分どっかにある。いい皮膚科見つかったんだ。皮膚科自体はね、もう半年くらい行ってないかも。皮膚科は半年くらい行ってないです。あ、だから薬持ってるより病院行ったって言わなかったっけ。薬持ってますよ。皮膚科1年くらい行ってないのよ。そのずっと前にもらってた薬が結構たまりにたまっておって、たまりにたまってる薬を今なんか徐々に消費してるみたいな感じです。え、薬って消費期限あるの？やば、調べよう。薬消費期限、薬の使用期限は3年から5年くらいが一般的ですが、中には半年1年間と短いのもあれば、使用期限にかかわらず開封後は1ヶ月程度と認定されているのもあります。いやー、
まあ1年くらい経ったら捨てましょうって感じか。あ、純船さんいた。純船さん発見。純船さん、純船さん、はい、あのクリスマスの時に建設してくださったクリスマスツリータワーのお礼ができておらんかったのでちょっとしたいんですけど、途中まで帰ってたんだけどいないってなって深くには見たんだけど、いた。シャーソー、シャンメリーぶっこぼした。パーンって、シャンメリーこぼしました。シャンメリーぶっ壊しましたね。かけた。せっかくだからあれ引っ張り出してこよう。閉まったんだけど、あのカチューシャ引っ張り出してきます。なんでもいいよね、引っ張り出してくるわ。お年玉、お年玉もうもらえよお年玉もうリラにくれる人いないよ。え、なんか痛かった。痛かった。タラちゃんにあげないと。タラ？タラっつって。じゃあ歌って一曲終わりましょうかね。鼻声だけど歌って終わります。何が良いですか。
歌えるよ。2曲歌いますね。あの、私が歌いたい曲があるんですよ。歌いたい曲があるから2曲歌うね。じゃあ先に私が歌いたいやつ歌います。じゃあ私が1日に1回絶対聴いてる曲あるかな？ないかも。あ、ないわ。え、ないんだ。なかった。なかった。 HKT の突然 Do Love Me っていう曲があるんですけど、最近なんか発売されたアルバムの曲、毎日聴いてる。突然 Do Love Me。 じゃあ歌いたいと思います。どうぞ。わかる。なぜかな、あなただけに目が行く。その場所だけ光が差してるって、みんなは信じてないけど本当だの。愛はいつも不思議な力、そこにあるだけで輝くの。オリコの効果違ってる、あなたに魔法がある。昨日よりもっと好き、会うたびに惹かれる。友達でいたいのにもう無理よ、楽になりたい。彼女とかいるのかな、もしいたらどうしよう。考えるとドキドキと腕が苦しくなるよ。好きすぎて私のこと見つけて微笑んで、大場にて招きする街角。世界一素敵見えてくる。このまま時が止まってしまえばいい。恋はいつも狙ったように、このタイミングで現れる。付き合ってほしいわれても、今まで興味なかった。昨日よりもっと好き、加速度を増してる。なんで好きにとか来月とか、どれくらいベロベロかな。クラスメイトと待ち合わせて、なんで切ない。I'm not afraid to die.
しよう。考えるとドキドキと胸が苦しくなるよ。好きすぎて好きでした。じゃあもう一曲歌いますね。12月にかけて最後にこれを。
構硬いっていうことで12秒でした。懐かしいね、12秒って難しいんだよね、振り。HKT 歌いだしたら HKT 歌いたくなるんだよな。アンコール行きますか。アンコール行きますか。アンコール行っちゃいますか。行っちゃいますか。長い時間かけて仲良くなれたのに、もう別れの季節が来た。分かり合うまでにクラスの誰かと何度喧嘩しただろう。高校生服帰り道に集まっていつもの木の下
好きなんですよね。2番が好き。じゃあ、あと1曲歌ったら本当に終わります本当に終わる。これは多分知ってる人は少ないと思うんですけど、なんか歌詞がめっちゃ好きで、たまに普通に私も聴く曲です。歌詞が好き。これ歌って終わります。どうぞ。 HKT の歌。一番先導を走ってるつもりだった。前に誰の姿もなかった。ある時この力しながらいられた。マラソン得意だし足も速いと信じて、今日なりの努力もして、優勝をするのが私だと私のポジションを取って変わられたのがショックだった。夢叶えるために全てを捨ててきた。誰よりがまっさらに自分の未来へ突き進んで、私は今日で封印しよう。フラットで意見して後輩の評価を知る。センターゼロに立っていた。あの日の私は輝いてた。同じように緊張はしてる。君の可能性を開いてみられた。ちゃんとことを言ってるんじゃないかって言われてるらしいんですよ。ファンの方々は、ここで順位落ちたって、ここでポジション外れたって、自分が強くなれない、挫折は通り道だ。 So next time
しい。いつもより練習すればいい。目標はそうモチベーション。涙拭ってもう一度信じる心を思い出そう。汗を流した分だけどんな願いだって叶う。充電ない。はい。キッチンが匂う、洗面台が匂う、お風呂場が匂う。ということで、そこで何を考えるかでした。この曲はメロンジュースのカップリングの曲だと思うんですけど、歌詞見たらめちゃくちゃハルピさんのことだなって、その当時のね、その当時の。ハルピさんのことを本当に言ってるじゃないかっていう歌詞。なんですよ。気になる方はちょっと歌詞なんか調べて見てみてください。好きな曲なんですよねこれ。私ということで、もう1時なんですけど、1時なんで、私はまだ夜更かしする予定なんですけど、ショールーム自体はこの辺でおしまいにしたいと思います。ランキングを見ます。13位 PM7813 ありがとうございます。そして12位がトリアージさんありがとうございます。そして11位がケンジーさんありがとうございます。おやすみ。